へへへへ下宮来た <laughs> <ー>よろしく頼むぞ三二一さあ始まりましたかぐやさんはここせたいねうんなんだお化け屋敷かうんその設定だね うん、うーん怖いもうそういう目は嫌いだ、うん、うーんうん音がいい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 よ、俺を。苦手なんだよ、こういうの。うーん結構怖いね。<laughs> 学校の文化祭の出し物にしちゃう。<laughs> レベル高そうじゃねはぁ、あ。 牧原小杉よ。ん牧原小杉誰だっけははは、師匠。え、自分が繋ぎたいだけでしょ。うん。とか言って繋ぐんじゃないのやっぱりね。<laughs> うん。チョキコ。うん。あー、すごいね。これはやばいわ。 もう無理無理無理。たまに見るけどね、こういうの、テーマパークとかで。もうお金払ってまでこういうのに入る人のあれが僕にはわからないわ。<laughs> もうその日絶対電気つけないと寝れなくなる。非常事態何ああ、間に合わないのか。今のまんまだと。うーん ルート。え、どういうこと半分喫茶店って <laughs>。うん。んああいいのを見てああ、石神くんがこれ言い出したんだ。もうすごいね。よくそんなん知ってるね。うん。はいはい。 さっきもそうだったよ、結構ッえいやいやいや、それでまあ、そこで詳しいのか。ミコは、うん。え <laughs>、ランマンみたいになって <laughs> そうだね。こんなクラスのみんなの前で <laughs>。うーん。あ、あなたが TG 部 A 級部長。うん。 うん。ほー。うん。ええどういうことなんでいいのの耳にマイクうん。聴覚過敏。<laughs> 師匠さんも <laughs>。あー マイクをここにつけて、ソロを録音すればそうなるのか。なるほど、なるほど。うーん。怖っ。なんか変なプレイみたい <laughs>。え <laughs> まあ、けど、そういう風に言って実際やってないのかなやってんのか撮るために。うーん。嘘。うん。 いや、なんかほんと変なあれになってきたぞ。空気が。え <laughs> マジで <laughs> ハムハムしちゃう感じ。いや、これ本当にやってんの今の。二人は。<laughs> いや、そして、あっちはあっちでなんかシンクロしちゃってるけど <laughs>。よだれ垂れちゃってるし。うん。やっぱ食べたんだ。 お藤原さんうんん何うん、んうん、<laughs> すごいねこの子うまいねもじもじしちゃってる、うん、バレてる <laughs> やば <laughs> おお ちょっと嬉しいけど、見てる分には。<laughs> 楽しそう、これ。<laughs> やりたいわ。うん。あで、ミコを元にして作ったのね。いや、本当かね、うん。え <laughs> 声出しちゃダメなのか。 撮る分には、だったらもう別にミコじゃなくていいのにね。もうここになんか両方にさ、顔の形のところにイヤホンつければよくないうん、そうだそうだ、こっちはこっちで。うん。いやー、頑張れ。そしていい感じになる。うん。いや、くっついてきてくれたらいいね。うん、えなに <laughs> 今のかわいい。 ああ、で終わったんだね。もうくたくたじゃん。もう俺も絶対こうなるわ。うん。いや、俺ここであれや,やってんのも無理だわ。スタッフとして働くのも。うん。えなんだおいっちゃついてんのかい、お前ら。<laughs> おー。 もう、かわいそうだわ。もう、ますます入り落ちないね。あの二人の間には。んええー、さっきのことがきっかけでいやー。<laughs> もう、表情 <laughs>。うん。ああ。さあ。うん。萌えはちゃん。暴きたい。うん。比べたら。 ああ生徒会なのか、この子。うん、じゃこの子もほんと優秀なんだね。副部長って。<laughs> いや、座っちゃったよ。<laughs> まあ、座るか。<laughs> こういう時はね。うん、狙ってる。将来はね、生徒会長になるの、萌え葉が。うん。違う。うん。え え萌えがうん。前回のあれのこといやいやいや、まじ一目惚れってことあーん。ええ、これ全然自慢って感じしないけどね。ま、あなんか本質でも見抜いてたのかなケイちゃんの喋ってる言葉の。<laughs> これ大変だ。うん。 いろいろ見てきてるからね。藤原は <laughs>。防衛的なね <laughs>。そういうとこから始めんだ <laughs> いや、いいじゃん、そういう部分は別に。一個一個のね。それも全然いいじゃん。うん、克服してるし。んじゃあ何なの <laughs> いや、だから、ま、あなたは大変な思いしてたのはわかるけども。そう。だからそうなったらいいじゃんね。<laughs> 伝わらないな、いろいろ。ああ、むしろプラスさて。<laughs> 鼻から出てるよ、口からじゃなくて。<laughs> うん、いやー、けどここで萌え葉ちゃんまで参戦してきたら大変だね。かぐや。 すのみや。うん。うん、来たんじゃないこの様子。ほら、いる。<laughs> いやー、ほら、もう乙女になっちゃってるもん、萌え葉ちゃんが。うん。いやー、はじめましてなんだね。挨拶するのは。かわいい。<laughs> うん。おなんだ お手玉どうして <laughs> リアル <laughs> うん。いやー、とか言ってめっちゃ上手かったりすんじゃねここは。ねえ。なんか貧乏な遊びっぽいじゃん。だから家でこういうのやってるんじゃないかな。うん。地獄にならないと思うよ。え何今のあ <laughs> これは予想ね藤原のきっと。 <laughs> うまいんだ。やっぱり。得意だと思った。えペットボトルやばー。すごすぎる。<laughs> そうな。もうダメなとこが見せたくてな。死んだアルパカ。<laughs> うん、なんかちゃっかりモヤは後ろにいるし。うん。 おすごいね。ああ、けど、うちのばあちゃんも5個くらいやってたな。お手玉。もう今の子お手玉とかやるんいや、えー、こなすね <laughs> いや、しかも <laughs>。やばいやばい、好感度がどんどん上がる。<laughs> うん。だから、暴きたいっていうのはあれだ。モイハの前でダメなとこを見せたいんだね。お <laughs> 全部裏目に出てる。 いや、かわいい。もいや。あーこれやばいわ。<laughs> 大変だ、これ。いやー、もう親戚になっちゃう、下手したら。いやー、もう終わり。いやー、もしここがね、うまくいっちゃったらね、お兄ちゃんだもんね。あ、なに、藤原もいっちゃったのうん。 ううん。ん持ってたんだ。<laughs> やべえ。忍びや来た。<laughs> このタイミングで、うん。気づかれちゃった。気持ち、ばれたんじゃない。<laughs> やっぱ怖い。い <laughs> やい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 や。むし。も <laughs> う。 うん。なんだうん。子供。うん、胸はあるわな。<laughs> うん。精神に言い換えましょう。とりあえず。うん。文化祭と今だよね。 成績うーんそうなんだいやいやいややめてメスうんいやこれそのうち共感しちゃうんじゃない四宮うんいやもうすでにあれじゃん共感してるっぽくね うん。いや、よく見てるな、萌えハすげえな、君。<laughs> やばいやばい。うん、聞きたくなっちゃったのうん。いや、もう、かぐや、<laughs> いいのかでさっきまでのあの勢いはどうしたの <laughs> いや、いいんだね。<laughs> うん。 いや、珍しい。ああ、それくらいに思ってんだ。いや、気をつけて。うん、いや、呪いって書いてある。<laughs> いつの間に、そんなステップ踏んだのよ。<laughs> うん、よかったよかった。えどういうことさあ、後半ですね。 会長とヨよいよ、しのみの話になるの。もう今んとこずっと笑える展開だったけどさ、ヨよいよだ。これ渡せんのかなうん。いやー、もうそんな顔して、かわいい。おいしがみね。いやー、これ男女別になっちゃったけど。あー。 苦手だったんだ。ってことは、一緒に入れてたら、どうなったか。うーん。いや、残念。うーん。なんだうん。縁日かうーん。いや、なんか、けど先輩の人気のあるさ、人のクラスにさ、入ってくって、ツバメと、結構、気使うというか。 勇気いるよね。なんだこいつとか思われそうじゃん。うん。いやーけど、ハート、これ、ちょっと、欲しいとこだね。うん。ん頑張ってんのか ?100 点あれもらえんのうん。もらえるうん。頑張れ あれ,あれ、あれ。ああ、しょしょしょし,しょしいや、渡せ、渡せ。つばべさんに渡せ。行け。おうん。行くおお、すごいじゃん。石神。いや、しかも、こ、ここのね、みんなのクラスの前で。うん。9割。 知らないの石神。わかってないんだ。<laughs> これはやばい。やばいけど、いい展開だよ。<laughs> もらって。うん。いや、周りはもう。いや、もらってくれるかなうん、いいぞ、いいぞ。いろいろちょっと、あれ、誤解はあるものの、この展開でいっちゃえ。 いやいやいや、どうなのうん。あいけるほほまじえあ考えさせてってことはセーフだねまだ。うん、今ちょっとうまくいくのかと思ったのに。うん、この二人まずどうなるかだなあ えなんでうん。うん。失敗したらうん。それかなんでうん。うん。ああそういうことなの。いやいや、ま、あ確かに。 そのタイミングでは言いづらいね。うーん。え、けど、会長と家具屋のとこに、そんな泣いてくるかね石神。うーん。いや、だからこそ頑張ってほしいと。うん じゃあもう二人ともうまくいかなきゃだわ。会長にしても、石神にしても。うん。ってことは何会長がなんか裏で動くのか石神のために。えもう、ちょっと、応援してあげて。うん。 うん。原点方式。うん。んじゃあどうするんそれ。全然わかんないけど。うん。え <laughs> 心が狭くてすぐにあげましょうって。<laughs> 常に私ってどういうことじゃん <laughs> うん。ね、自分目線のあれだね。 うーん。ははははは。うーん、当たってると思う。しがみくんの欠点。うん。あー、自分に対して。うん。 ここでなんかツバメちゃんと付き合えることができたらさ、自分に対する自信とかも持っていけそうだよね。え何何んそこであれなのね。うんそうそこそれさ、 お口が置いた気味で藤原はどうなるのなんかあるの <laughs> いややめろやめろようん置いたがすぎるうんいいねいいねうん祈って ああ、何もしないのか。もうそうだよ。ちょっと二人でね、ここは。告白だし、自分の力で頑張ってほしいね。ああ、キャンプファイヤー。<laughs> 自覚なき告白。いやいや、また飴美味しいって何やねん、それ。いや、だから、藤原に関しては何もないのかな、この作品。だって今んところそんな相手もね、 なるような人いないもんね。うん、まあ、とりあえず、今のあの、クッキーもらって考えさせてだから、この後、この文化祭が終わるまでに、あの、ツバメがまた石神くんのところに戻ってきて、答えを出すのかな <laughs> 石神くんとしてはあれだろうね。その展開はさ、予想していないだろうからさ、えみたいになるだろうね。 それともあれかなこのツバメが戻ってくる前にさらに石神くんの方がもう一歩踏み込むかねどうなるんだろうそして会長の方ね篠宮とあのキーホルダー渡せんのかないや、そして本当に告白とかあんのかなこの文化祭において。だってここで告白して うまくいったとしたら、その、うまくいった後の展開みたいなのを描いていくお話になるってことこの作品は。なんか大体いい恋愛物ってほら、告白したら終わりみたいなとこあるじゃん。だから今後というか付き合った後の物語にもガンガン描かれるんだとしたらさ、それはそれですごく面白そうだけどね。あ最終日うん。ああ どうなる？負ける？1日経っちゃったってことかな？あれから。うん、なんかコナンっぽい音楽がかかってるけど <laughs>。え。何？ん。何が起きたの？うん。これ弓道場に来てた2人だよね。t g 部勝手にね <laughs>。 というわけでね皆さんこのエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントお待ちしております以上動画をぶつごお送りしましたバイバイ